サイコブレイク自体はあのサバイバルホラーの原点に立ち返って、まあホラーっていう怖いっていうところに、すごい力を入れた作品になります。コントローラー握った感覚として、こう体感できる、うん、怖さ、単純にこう正当進化としてこう僕はこう好感を持って受け止めてますけどね。コントローラー通じてこうってこうやっぱりビビっちゃうような。ホラーだけではなくって、細かいその空間の変化、メリハリっていうのもつけることができるんで、まあ、若干こうグレードちょっと上がるような、まあ、感じにはなりますね。没入感もそれなりに大事にはやっぱり今回はしてますね。うちの映像ってかなり密度が濃いんですよ。こだわってる部分はそのゲームプレイからカットシーンへのつなぎっていうのはすごいそのままスッと入ってスッと出る。どっからかがゲームプレイでどっからかがカットシーンだったっていうことをそんなに意識せずに、ある程度こうデータをこう分けながらチャプターでうまく切って、データ分けちゃってるっていう。でそこでまあロードを挟むっていう、できるだけこの空間と敵のっていう、こう位置関係、距離感と音のボリューム、そこら辺の調整にはかなりその気を使ってるし、シームレスにつなぐとかすごい頑張ってうまくできてるんですよね。今の時代って個人的な感想としては、そのハードの進化よりもエンジンやツールの進化の方がその開発する現場にとっては非常に重要な時代にはなって、ハードは当然すごい進化していって、枠組みとしてはまあ素晴らしくどんどん進化しているっていう、ただそこに追いつくために、それをうまく箱を使いこなすためのツールだったりエンジンだったりっていう、そういうところがものすごく重要な時代になってきてるかなと。最終的には人の手、職人さんが作るっていうところのクオリティっていう、だからそこが余計に箱がでかくなることによって、作り手側の環境や力量っていうのが余計に問われる時代になってきてるんで、そういう意味ではうまく、まあ、作ろうかなっていうところでやってますね。プレステ4の新しいスペック、緻密な表現っていうところは非常に雰囲気作りで大事なところなんで、そういうことに対して僕ら一生懸命頑張ってるんで、そういった意味で、この圧倒的な臨場感とリアリズムっていう、そこに対しては期待してください。